じゃあ、リッキーは日本語話せる、日本語書いたりできるんですか？書いてないといけんね。あ、できない。できない。ああ、そうなんですか。誰か総裁の身内で大輔社長ぐらいか、じゃあできるとしたら。まあでも、大輔社長、一日に、ちょっとじゃ、お前まあでも、なんか悪いんですもんね。なんか総裁にちゃんとお金払う、自分と総裁にお金払える、ちょっと時間があるやつ、毎日家にいる人間みたいな、そういうの、一人か二人います？二人ぐらいだったらやらせてあげられるんですけど。裏切んない、絶対裏切んないみたいな。いますか？ちょっと2、3日で探してみて、もう一回総裁2、3日後に電話しますよ。電話しないと死ぬっていうわからない、わからないかあ、そのこと？あ、本当ですか？なんでせっかくいい話なのに、総裁。なんか、あるんじゃないですか。まあ、じゃあまた違う話でいきますよ、総裁。お大事にしてくださいよ。はーい。